はい、皆さんこんにちは。今日もパイオニアーズ・オブ・パゴニアやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回兵士の方を結構集めて、まだあるかな、こちらにあった狼男ですね、人狼の拠点の方を攻略しました。まだちょっとシーフの方が残っていますので、若干ちょっと、怖いかなという気はしますが、まあそのおかげでこちらの鉱石が、幅広く取れるようになりましたので OK としましょう。で今日はですね、まあパゴニア村の人と交流も深めたいのもあるんですが、やっぱりここですね、このちょっと盗賊がかなり恐ろしいので、この盗賊をちょっと攻略していきたいなと思っています。道を広げてここまで、あれいけるかな、これが届くかどうかなんですけど、あ届きますね。とりあえず現在何人いる、21人か、25人になったら、こちらの方を攻めていきましょうか。わあ、やばい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 。街の中で、一応見張り、守備兵いますが、一番弱い武器しか装備していませんので、ああ、ようやく倒せたって感じかな。2、3人かかってようやく倒せる感じかな。お、頑張ってるね、守備兵の人。よいしょと。さあ、OK ですね。おー、頑張ってる、頑張ってる。それでですね、敵の方を倒すために今後大変になってくると思いますので、こちら防具職人ですね。こちら鉄の盾とチェーンメールはもう無限大で、常時作っていきなさいという命令与えてあります。武器の方もこちらアイアンソードですね。とりあえず上級兵以上じゃないと、厳しいので、まあ、上級兵以上を、どんどん作っていきたいと思ってますね。町の方はまあ特にはすることはありませんが、資源としては、まあ、鉱石以外はある程度あるので問題ないと思いますが、一応油断せずにですね、木とか石の方はしっかりと取っていくような感じにしていきましょう。ということで、まずは兵士が揃うまでは町づくりですね。木の方の製材所と、こちらに木を伐採所の方は立てておきましょうか。道をつなげておかないといけないので、こんな感じですね。でまあある程度木が切れたら、こちらの方を道つないでもいいかな。そしてここ鉄を採掘する場所があったんですけど、鉄が枯れてしまったので、こちらの方に食料か、狩りの小屋を置いておきましょうか。これで鹿さん、イノシシなどが取れますので、まあ食料的にお肉系は問題なしという感じですね。ベリー系もちょっと欲しいんですが、そちらの方はまだちょっと取ることができません。冒険家がちょっとどんどん追い返されてる感じですね。よしよし、こんな感じでまあちょっとずつですが、進めていきましょう。さあ、そしたら上の鉱石の方は、おそらくこれも銀取れる範囲に入ってきましたので、銀の採掘とかも始めていきましょうかね。お、やばい、建てれない。もうちょっと建てれるかと思ったんですけど、やばいな、建てれませんね。ちょっと離れてるけど大丈夫なのかな？これちょっと建てていきましょうか。さあ、こちらの石炭小屋は何だろう？何が足りないんだ？あ、栄養価の高い食事が来てないだけなので、今食事持ってきてもらえたのかな？はい、これで、掘れるようになってますので、まあ、石炭の方は問題なしと。銅の方も、あ、保管庫がいっぱいになってるな。こちらの方もしっかりと保管庫広げながら行きましょう。で、銀が取れた銀の剣を使って、でまた武器を作るというような感じですね。よしよし、徐々に良くなってきています。紐とかの方は大丈夫なのかな。作る場所を昔作った気がするんですけど、ちょっと覚えていませんね。あ、ひょっとしたら作られてないのかな。ということで、折り小屋作っておきましょうか。まあここでいいかな。こちらの方に立てておきましょう。天の方からロープ、そして布の方を作ってくれますので、これでいいでしょう。こちら畑の方でいっぱい、ちょっと待ってよ。トウモロコシ植えた？
トウモロ、ああ、そうか、指定しなかったら勝手にトウモロコシ植えられましたが、まあ大体ここで、草の方は育てていますので、まあ問題ないと思います。よしよし、野菜系もちょっとね、場所に余裕があれば作りたいところですが、まあ今のところちょっと余裕がありませんので、ね、後々作っていきましょう。さあ、そしたらですね、あんまり兵士が増えていないんですけど、一応ここに20人か、上級の上の熟練兵士も4人いる状態のところと、まあ上の方はこちらなぜか、まあ来た敵を追い払うので敵、やられてしまっていて、約10人ぐらいしかいませんが、こちらを使って、少しずつ倒していこうかなと思います。まず上の方の、盗賊ですね。こちらからちょっと排除していこうかなと。問題はこいつが、入るかな？入りますね。ギリ入りますので、これでちょっと様子を見ましょうか。合計約30人いますので、ちょっと南の方が、遅れてるかな？上の方から先頭に入る感じになりそうですかね。本当はこれ2つの部隊合体させれるとちょうどいいんですけど、合体させれませんでしたので、ちょっとずつもう進んでいきましょうか。下の方はどう？まだちょっと半分ぐらいかかりそうな感じですね。さあ、まあ、とりあえず、一人ずつしか倒せませんので、どんどん行きましょうか。いや、戦ってますね。これもう一個下のキャンプのやつもいるので、それがちょっと苦戦しそうな感じはしますね。難しいところだ。さあ、とりあえず、第二部隊の方も来て、一回上に集合させてからにすればよかったかな。そっちの方がよかったかもしれませんね。とりあえず、北側の仲間は全滅したのかな？熟練盗賊とかいるのか。これは上級、上級でなんとかいけた、いけた、いけた。OK。さあ、どんどん行きましょう。かなりやられてますが、こっちももう、かなり強いですね。よし、頑張れ、頑張れ。下のやつが来てしまう。上のやつからとりあえず壊せると嬉しいんですが、上の方の拠点のキャンプのやつがどの盗賊かわか、消えた、消えた。OK、OK、OK。よし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 。ということで、ちょっと一旦引こう。こちらは一旦引きましょうか。こちらに集めよう。で、守備隊の方も、もうどこにも行かずにここに集めて、一旦ですね、体勢を立て直しましょうか。よしよし、いいね。よしよし、このまま行けばなんとかなりそうですね。はい、ということで、またですね、武器の方はアイアンショットソードとかあるので、もうちょいいけるかな。上級のやつも作れそうなので、上級兵士の方も作りながら、行きましょうか。さあ、それではですね、こちらの方にレンジャーと豪傑の方も加わった24人ですね、いますので、まあ1部隊ぐらいならこれでいけるのかなと思いますので、これでちょっと殲滅を図りましょうか。よし、ついにここの盗賊さんを倒せば、あと警戒するのは右のシーフだけでいいので、かなり楽になりますね。ちょっと早く送っていこう。来た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 。さあ、みんな来たぞ。こちらの兵士一斉に来ましたね。よし、今までここにかなりやられた。この赤いやつ、精鋭なんだ。さあ、ここでもう戦いが始まりますね。よいしょ。さあ、やられてる、やられてる。こっちやられてる、やられてる。わあ、やばい。こいつ強いね。こいつ強い。一人で二人、三人目ですね。倒された。普通の盗賊なのにな。よし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 。さあ、ついに左の方の敵キャンプ、これでなくなりましたね。やった。これ今までこちらの見張り塔の人が手も足も出なかったので、結果境界石置けなかったんですよね。ということで少し広く伸ばせますので、まあ、こちらの方を置いておきましょう。引き続きこちらの部隊の人には、まあ、町の方、ど真ん中あたりをちょっと警戒してもらいながら、敵来たやつを倒すという感じにしていきましょう。まあ、あと、こちらの方にシーフがいっぱい、盗賊も来るのか？まあ、来るみたいですけど、一応こちらに守備隊で、
熟練兵士だけを集める場所を作っていますので、まあ、熟練兵士だけでこちら右側は今のところ守備するという形にしていきましょう。あ、こちらですね、派閥の交易センターをついに発見しましたね。ああ、ありますね、ありますね。ということで、これでパゴニア村の人と交易ができるようになりますので、交易所の方をちょっと作っていきましょうかね。作れる場所がこんな感じか。まあいいや、ここにとりあえず作っていきましょうか。よいしょ、こんな感じですね。そして交易してもらうということで、わあ、銀の延べ棒か。銀の延べ棒は、まあ、あるのでいいか。銀の延べ棒を上げて、まあ、有効ポイントをもらうというような感じですね。鉄の槍を上げて、あ、魔法のトーチももらえるのか。まあ、いや、とりあえず、まだ立てれてませんが、銀の延べ棒で、まあ、最初の方は、有効度を上げていくことにしましょうか。兵士の方は、なぜか、全然溜まっていませんね。ここで守備してるやつがいるんですけど、いつの間にか3人とかになってますので、敵がきっと攻めてきては倒しているんだと思います。なんか上の方とか、ああ、いますよね。なんか、どこからか現れて北の方に向かっていってるな。北の方に向かっていってるってことはこちらにいるのか。ああ、行ってますね。ここから敵が来て盗んでいくみたいな感じですね。宝石の方は結構石炭とかが危ないので、早めになんとかしていかないと、ダメですね。で、イノシシ、あ、イノシシの銅像を建てると 80% もらえるので、こちらの制作もちょっと始めていきましょうか。できたらこちらの村を同盟国にして、全部市中に収めておきたいところです。まだもうちょっとかかりますので、まずは、交易所の方完成待ちましょう。ではですね、こちらの方、交易所の方ができましたので、あ、ちょっと待てよ。攻撃受けてるってどこだ？ちょっと待てよ。パゴニア村のところにもあるのか。なんてことだ。こんなところにも盗賊めちゃくちゃいますね。キャンプ2つもあるのか。これパゴニアの、あれか、パゴニア村の門番の人とかは何もしてくれないのかな。ということで、まあちょっと攻撃を受けてしまって、いますが、まあ、攻撃の方を開始したいと思います。とりあえず、こちら銀の方で、攻撃のところですね、40ポイントかな、同盟じゃない、有効度40ポイントはこれでもらえますので、まあ、これ少しずつ運んでいってもらいましょう。一応攻撃人の人は、5人いたはずなので、まあ、ここから今ちょうど5人来てますね。5人いますので、まあ問題はないと思います。あ、武器屋さんが、銀の剣が作り終わったのかな？ということで、引き続き、ここはアイアンソードを作っていきましょう。あとはギルドホールの方では、行商人、リュックサックもうちょっとあったかな？持たせて少し行きましょう。あと、工事現場の人とかも少し、増やしておくという感じにしていきましょうか。まあ、盗まれるのはいいんですけど、戦って死ぬのがちょっときついですね。今、ようやく7人。できたら、本当まとまって行動ということをしたいので、できるだけ死なないように、人の方を集めていきましょう。こちらの、あ、ちょっと待ってよ。こちらの方も、まあ、20人。合計今、22か。できてますので、あと5人ぐらいは入れといてもいいかな。こちらの方も25人になったらまた突っ込んでいきましょう。よしよし、だいぶ、倒したので楽になりましたね。とりあえず正面はあと、ここにシーフがいるだけかな。このシーフを倒すのと、上から流れてくるので、まあ、防御拠点をここに築く。そしてパゴニア村の奥側にいるやつ、こいつも早めに倒したいところですが、まだちょっといろいろと手が回りませんね。まあ、近場からちょっと倒していかないといけませんので、まあ、次はシーフかな。ここのシーフのキャンプの方を、まあ、襲撃して壊していくというような感じにしていきましょうかね。
まあ、早くしないと武器を作る鉱石の方がなくなってしまうとかなり厳しいので、まあ、それがなくなる前にしっかりと手を打っていきましょう。おー、イノシシのやつこっそりできてますね。なんてことだ、延べ棒めちゃくちゃ使われるんだった。武器今作らないといけないのに延べ棒めっちゃ使われてますが、まあこれも仕方ありませんね。相手との有効度を深めていかないと、とりあえずこちらも厳しいので早めに支柱に入れることを、頑張りましょうか。まあ町自体手に入らなくてもおそらく有効度上がれば、取引できるんではないかと思いますね。銀の剣とかいらないな。魔法のトーチっていうのがちょっと気になりますので、まあこれを鉄の槍と交換してもらうとか、そんなことはちょっとしていきましょうかね。まあそのためにも鉄の槍も少し作っておかないと、今全くありませんので、魔法のトーチどれぐらいだろう、8個ぐらいにして魔法のトーチ2つぐらいもらえるぐらいは作っておきましょうか。よしよしよし、これでまあちょっとちょっとずつ、本当にちょっとずつしか進んでいませんが、まあ、境界石の方、あ、ここに鉱石あるね。境界石の方も広げていってますし、新しいパゴニア村との有効度も増えていっていますので、まあ、今のところ順調ではないかと思います。まあ、ちょっとね、ここからいきなり総崩れで街が、壊滅する可能性もありますので、十分今後も気をつけていきましょう。はい、ということで、とりあえず今日のところはこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。